生きてゆくんだ。こうなんで歌で始めようと思うんだろう。一番最悪な始め方で始めようとするよね。生放送したけどさ、なんかね、いいやと思って、なんかもうメンタル終わってんのよ。そうだよ、なんか筋トレしたらそうだ、メンタル良くなんだよなって思ったけど、良くなるって思ってたけど行ったことはなかった。そうだ、筋トレしたって鬱はなんねえな。なんで俺筋トレしてたんだろうって、あーなんでだろうな、あーゴロゴロしたいから。そうだ、ちょっとやめよう、筋トレすんのやめますね。あ、まあやめないけど、やめるけどね。いやーでも全然やってないけどね、筋トレ。確かに毎日スクワットは数回やってるけど、うん、それやってるうちに入んないよって、うるさ、やってますけど。別にね、やってるうちに入らないって、キモキモそんなやつらよりスーダンキモかキモいっていうね。そんなやつらのキモスよりスーダンキモいよ、キモいよ。いやーメンタル終わったわ、うん、これなんかスタバの入れ物、スタバの水筒ね、絶対ぼったくりでしょこれ。めっちゃ垂れた、クソがよ。え、なんかこれ尋常じゃないくらい垂れるんですけど。ああ血管だこれ、めちゃくちゃ漏れる。ふざけんなふざけんな。なんかね、水筒に入れたらこぼれないって思ったけど全然こぼれた。嘘だよ、キモいな。うん、なんかキモいって言っちゃった、うぜ。うわ、飯が炊けた、圧縮してんのよ、キレ悪い。まあいいや、別にキレが良かったことなんかないんだよ。あ、そうだ、20世紀少年買ったんだよ俺ね、お小遣いがね入ったので。おもろかったわー、マジで超面白かった。ワンピースと同じぐらい面白いって言って絶対20世紀ファンは怒るけど、いやー面白かった。そのやっぱその映画だとさ、具体的に説明できてない部分とか全部説明されてて、グッティンググッターって感じ流行らせようとしてます。グッティンググッター、絶対流行らないけど、マジグッティンググッター。そんな感じです。いいね。何しよっかな。あちいんだよなこの部屋。バカあちいわ。なんでこんなあちいんだよ。あっつー、痛て痛て痛て、眠いから寝てえけどさ、なんか喋りたくなっちゃってさ、あ、もう鬱だ、鬱っていうか精神病だからさ、大きな声出せないな。大きな声出したいけど元気ないんで今ねえ、マジでまた一段階ちょっとさ、いろいろ悪くなった気するわ。治んねえな。それ別に筋トレで打つ直しそうとしてた時ってあったっけ。ないな。で快楽物質が出るからなんだよ別に。てか単純に信じたくないから痩せようとしてるけど、辛いな筋トレ。なんでこんな精神辛い時にやってんだよなあ。ああもうずっと精神病です。もう精神病です。とね、病院に行けない精神病なんですよ。もうそれは別なんだけどさ。あ、きちいわ。金誰もくれねえわな。ああ支援誰もくれませんでした。でみんな正直でいいね。ああみんな自分の気持ちに正直だよね。みんなお金くれませんでした。でもお金くれないからどうのこうのって言っても、やっぱお金欲しいからさね。えでもやっぱうまくいかないもんだね、ファンボックスとか。ほんとマジで俺の生活のこととかどうでもいいんだろうな。知りたいやつが一人もいないってことでしょ。何が超究極魔改造面白飛行生命体軍羽島京志郎だよ。こんなにいい名前してんのに。
ツイッターで誰かいいねとかリツイートしてるけど払う気はないんですよね、やっぱり。でも払わないっていうのはなんか罪悪感を感じてるのか、ちょっと面白いと思ってるのか分かりませんけど、ね、プロフィールのクリック数、詳細のクリック数、リンクのクリック数ゼロです。はい、春日よ、怒んなくていいよ別に。おしまいですよ、もう誰も買ってくれません。はい、あ、何しようかな、することないんだよな。そう、今日はさ、やっぱ魂の解放しようみたいな大きな声で喋ってたんだよ、お母さんと。あ、宗教じゃないよ、本当に頑張ろうみたいな。やっぱそう、全力でやんなきゃダメだよなって思ったけど、今ね休むわ。あ、 YouTube は別に休まんけど、全力で大きな声出せねえ。そこまで元気が本当になくなっちゃった。でも喋るのは楽しいな、これくらいの声で喋るのはすごい楽しい。ちょっと脇見えんの、これが一番腹立つ。これより腹が立つことないです。脇見えてる、自分の T シャツに殺される。かゆい、ここね、取るとね、ダメなんです、痛いんです。あ、血入れてる。変顔でごまかすとかじゃなくてね、すんごい血出んね。いてててててて、てかゆいね。やることね、めっちゃ早く充電できるやつ届いた。いいね、めっちゃ早く充電できるやつ、良きに計らえ。いてててて、何これ、欠陥品じゃんこの水筒、なめてんのかなあ。ちょっとしか出ないんだ。コーヒーってみんないつから飲み始めんだろうね。今水筒閉まってないように見えたけど、閉まってた、閉まってた、閉まってた。あー、マジで金は誰も払ってくれないんですよね、やっぱり。でも YouTube って金払う文化ないからね、ただで見てただで文句言うって最悪のやつらの集まりですよ。ただで見に来てただで文句言ってくんですよ。でお金欲しくて始めたら、まあ、誰も金はくれないと。これが世の中なんですよ。やっぱ俺に金を払いたいって思うくらい、やっぱよく見せないといけないけど、無理でしょそんなの。いつか剥がれるメッキですよ。なら最初から塗装する手間が省けたと思えばね、別にいいでしょ。そんなんでやりたくないしな。さめ、アイドル面じゃないじゃん。アイドルできるかっていうとさ、うまいこと立ち回れば、そのね、アイドル、まあ、アイドルと言われてもおかしくないみたいなことはできるかもしれないけどさ、でも結局金を落とすのは異性なんだよ。でもなんか最近、女が優しくするのは好きな男と害のない男って。俺も害のない時期があったんで、よくね、でも別に優しくされてたかっていうとされてないな。話しかけられるのかな、優しくするの害のない男、ね、今ないね。何しよっか、やることないんだよな。あ、腰痛え。ただひたすらに腰が痛い。こんな座ってるからだよ。で、立って喋ると今度ね、足が痛い。だから筋トレはしなきゃいけないけど、筋トレするとさ、あの一日の精神エネルギー、あんま精神エネルギーとか言わないけど、気力みたいなのが8割くらい使われる。で、8割使われたらさ、そんな一気にダメージ受けたらダメじゃん。ゲームの世界じゃないんだからさ、ヒットポイント8割減らしたから普通じゃないのよ。現実が一気に 80%割合ダメージって、そのトレジャークルーズ、トレクルに限ったことじゃないけど、ね、割合ダメージは。トレクルみたいなこと言うけど、まあ、トレクルに 80% 割合ダメージってね、あの敵くらいしかやってこないんですけど。
味方なかなかしません。なかなかっていうかないよ。最大でもね 50% ですから、うん、多分最大 50% の気するよ。敵でしかやってこない技だよ。だ敵にやられたんだよ。筋トレはねマジで無事のよ。よくできるよ。好きだからできんだよね。俺全然好きじゃないもん筋トレ。全く好きじゃない。好きじゃないもんね。やれるかって言ったらやれません。はい、それに尽きるんですよ。でもみんな無理やりやってるから気違いです。はい、やっぱり俺ダイエットそれでなんかおかしいよね。やっぱりダイエット全然好きじゃないもん。なんでやるんだろうねって。痩せるためっていうね。でも俺も死にたくないから頑張るけど、ムカつくな。なんか一回ダイエットとかも全部ぶっ壊そうかな。うん、俺に壊す力があればな、全部壊したい。ムカつくよな。豚&ゴリラのあの漫画もめっちゃデブディスっていくのも嫌な気分になるわ。まあでもあの漫画のおかげで5キロ痩せたけどね。まあ、2ヶ月で5キロだけど。やっぱね、毎日筋トレってできないんですよ。知ってました？うん。あれ、毎日筋トレやっちゃダメなんですよ、あれはね。あんま精神病のせいにしたくないけどさ。まあ、筋トレだけはできる。精神病っていうか、めっちゃね、精神病なんですよ。あの、うつみたいな感じで辛くても、筋トレだけはね、あの、3日に1回くらい、5日に1回くらいできる。でもね、筋トレやったらそれまで。それ以外何もできないよね。それが俺です。だあの、何もない日は筋トレしようかな。今日は筋トレしました。スクワット。ちょっとしました。なんかもう、どうやったら深いスクワットできるのかなって、膝に負担をあんまかけずってやったら、見つかった。うん。スクワットそこそこやってよ。でも3セットやんなきゃいけないじゃん。2分待つのが嫌なの。律儀に待たなくてもいいのかな。目かいー、あ、最近もう頭本当におかしくなっちゃってね。もう辛いことが重なってさ、てか別に辛いことじゃないんだけど、もういいやって感じになっちゃってさ、まあ、別に死ぬわけじゃないけどね。うん、やっぱり支援サイトも始めてみんな金くれねえとさ、がっかりすんのよ。まあでもそうだよな。毎日コメントもさ、しない人が金くれるわけないからね。うん、それコメントしてないのがいけないんじゃなくてさ、金くれるような人って毎日コメントしてくれてる人じゃん。すごい熱意のある人がお金くれるわけじゃん。絶対。金がないから熱意がないってわけじゃないけどさ、俺の動画に毎日どんな動画でもコメントを残すような人いないじゃん。都合のいい時だけじゃん。面白い生放送ってさ、俺のさ、旨味しか取ろうとしないじゃん。マジムカつくな、お前ら。な。っていうか、普通に、あの、独り言動画ってめちゃくちゃ面白いんだからね。すごい面白いこと言ってますよ。最近面白いこと言ってるのは何だろうな。あの、あれですよ。あの、まだ動画上げてないんですけど、スマホでまだ、あの、アップロードすらしてない動画で、あの、2時間の雑談のやつね、何時間か忘れたけど、あの、もったいないおばあさんの、あのオチがそのもったいないおばあさんのあのに出てきたね、もったいないことしてるガキンチョのケツの穴を舐めるっていうね。うん、もったいないねーって言ってケツの穴を舐めまくるっていう、クソがまだついててもったいないねーっていうオチっていう、ね、なんかとっさに思いついたんだけど、めっちゃ面白いなって。今でも面白いわ。そんなオチないで、一瞬あると思っちゃったね。やっぱその、もったいないおばさんってさ、あれ明らかに絶対そういう人が身近にいて、悪意を持って作者書いたじゃん。こんなクソババアがいますよっていうの、悪意を持って狂気満ちてやってる。俺それくらいしてると思うんだよね。ケツの穴舐めまくる、舐めまくって終わるみたいな。もうもったいない靴はしやすいみたいなね。チューンってその黒い。ここが黒くてここだけ丸いみたいな。そんなオチみたいな感じだったと思ったけど、それを思いついて言う瞬間までに絶対にないなと思った。そんな自動書ないじゃん、アナル舐めまくるって。ないなって思った。でも言っちゃった。それは我ながらいい案だなっていう。いい案。でもそれくらいやばい本ですから、あれは。ね、もったいないキチガイババアがね出てくる。キチガイもったいないババアです。
別に何しよう。何もすることない。喋るのいいな。やっぱ立ってると足首痛いからちょっとさ、痩せなきゃいけない。スクワット毎日3セットやろう。で、毎日やるとさ、オーバーなんたらみたいになるでしょ？ムカつくな。毎日やらせろよ。俺、ライオンスクワットやらないからね。あれ、辛すぎるから。でも、辛すぎるのはいいのかな？ちゃんとしたフォームでやんなくても辛いんだから良くないか。やっぱダメなのかな？やっぱ90キロの巨体は、持ち上がりません！わかりますか？持ち上がらないんですよ。背筋のやつも、持ち上がらないんですよ。で、痩せるためのダイエットをしなきゃいけない。でもな、サラダチキンばっか食って痩せるってさ、嫌だよ俺。サラダチキンのみの生活は本当に嫌だから。サラダチキンってさ、食う直前めちゃくちゃ臭いじゃん、あいつ。あいつ腹立つよな。食う直前めちゃくちゃ臭いじゃん、あいつ。何あれ？何あれ？腹立ってきたー。でもサラダチキンだけ食えばね、痩せれるらしい。3ヶ月で。3ヶ月も続けんの？頭悪。誰が続けるか。アホ！ ねえ。でも5キロ痩せた2ヶ月で。ちょっと筋トレするだけで。全然筋トレしてないよ。だって言うて。マジで筋トレしてないもん。ほんと初週だけだよ。シャドーボクシングしたの。シャドーボクシング辛いからもうするのやめた。だってさ、よくよく考えたんだよ。できないよ、やっぱり。好きじゃないんだもん、筋トレ。でも、スクワットだけはその中でも好きなの。なんでかっていうと、ライオンプッシュアップはこうやってやんなきゃいけない。で、工程が3つもあるし。何あれ？キモ。一番キモいわ。筋トレの中であれが一番キモい動きです。キモい動き3つ。3つで3倍じゃねえからな。3×3×3 だからな。もうとんでもねえ倍率のゲームです。まあでも1つあたりが、まあ、後ろに引く動作はまあ6だよね。6キモ。前に行ってこれはまあ当番しといて。で、こう上がんだ。キモいだろ。3だろ。じゃあ18キモだよ。18キモ。キモすぎるわ。あれが一番嫌い、この辺の動きの中で。あれより嫌いな動きありません。嘘です。絶対いっぱいあります。ほんとライオンプッシュアップね、なければね、やんなくていいんですけど そういう考え方なんだ。でもね、筋トレ毎日できないんですよ。あれ、できないって決めつけるとかじゃなくて、やっぱりできないんです。鬱なので、気力が本当になくなっちゃうんです。出るんですよ、俺今。歯磨き、風呂入れないんですよ。入れないっていうか、入ることができないんですよね。入るまでができない。人間が筋トレできるかって言ったらできない。精神を摩耗するだけなんで、先に精神病とかそういう鬱とかちゃんと治した方がいいんですよ。でも、そういうのとかトラウマみたいのがひどすぎて病院に行けないっていう。病院に行けません、僕。本当に病院、この世界で一番病院に行けない人は僕です。5体満足での話ね。5体満足で一番病院に行けないのは俺以外いません。残念でしたね。あと、なんか病院でそういう経験、働いたことのない人とか。病院のトラウマ全くないのに病院行けません。いやー、でも行かなきゃいけないんだよとか言ってくるやついるでしょ。本当に。お前黙っとけよ。うるせえから。お前の口はそんな、ね、ものにね、ことを言うために、ね、そんな指でね、俺に文字伝えるために生まれてきたわけじゃないだろ。ちゃんとしっかり考えなさい。あなたが生まれてきた理由を。これからあなたがやること。ね、俺にそんなしょうもないこと言ってないで、違うことやりなさい。ほんとそうだよ。金、でも別に金あっても何もないな。でも生活費欲しいよな。今稼いでからって言うけど、でもさ、今くれなきゃずっとくれないぜ、みんな。だコアな視聴者全然いないから、またチャンネル作り始めようかなって言うけど、チャンネルまた作るのもめんどくせえんだよ。だ生放送やらさ、稼げんのよ、時間が。みんな見てくれたらさ、面白い放送したらさ、結構20時間くらい行ってたから、収益基準満たせない時間だけだったら、あとチャンネル登録者数ね。チャンネル登録者数は無事いな。
ああ、まあ別にいいや。俺これしかできないんで、よくやっぱいろいろ戦略とか考えてみましたよ、 YouTube。 俺これしかできない。うん、今の俺にはこれしかできない。未来の俺にはもっとできるかもしれないけど、今の俺はね、独り言するしかない。うん、宣伝もできない。できないんだからしょうがないよ。しないんじゃないんだよ。できたらやってます。動画無理やり撮るのやめようかなって思ったけど、無理やりでもやんないとダメなんだけどな。で別に義務じゃないんで、もっとなんか魂の声をさ。おお、脇ちょっとだいぶ汚かったね今。あ、この T シャツマジでムカついてきた。チンコ描きます。チンコ描いたことはないんで、別にいつも金玉を描いてる。あ、頭痛い、痛い痛い痛い。首もさ、やることマジでねえよ。なんか俺が欲しかった塩をね、Amazon で頼もうとしたら、塩3個からなんですよ。3個注文かってみたら、その塩でけえから、1個 500g で 1.5 キロ塩買うことになりました。残念。でもちょっと安すぎる塩だからちょっと怖えわ。安い塩ほど怖いものはないね。うん、そうか、もっと怖いものあるよ世の中には。いやーねー、やっぱみんなガキンチョしか見てねえからさ、金払えねえんだよ。うん、まあ、金は払えたとしてもカード持ってない。うん、作れるよ別に。俺とあんま年齢変わんない人は作ろうと思えるけど、羽島清志郎にそこまでの時間かけたくないっていうね、まあ、真っ当な感性を持った人たちがいない。あ、もう頭おかしいやつがいないと俺に金払ってくれねえのよ。 なんだかんだ言ってみんな普通じゃん。キチガイがいねえ。でも本当のキチガイが来たら困るね。そういう俺にとって、まあでもそれが、まあ、そういうもんだよな。メリットがあればデメリットある。もう今はみんなそのなんもないけどね。別にコメントはしてくれるけどさ。ああ、そうだ本当。でもよく考えたら俺1万円払う人なんていないな毎月。俺が誰に1万円払いたいかって誰一人としていない。そういうことだよな。やっぱほんと頭のイカレポンチしか払ってくれねえよ、お金持ちしか。でもお金持ち相手にしなきゃダメなんか。やっぱ支援って難しいね。やっぱそれ相応のなんかがさ、だから絵描いてるやつは強いよな。まあ絵描けるってまですごいんだろうけど、なんかさ、まあそれ絵描いてるやつのためのサイトなの、そもそも。絵描いてるやつはそりゃ優遇されるよな。なんかあいつはうるせえもんな、なんかツイッター見てると。あいつはほんとうるせえよな、マジで。あいつらどこまでもうるさい。うん。でもうるさいからこそそうやって、そういうのが、サイトがいっぱい立ち上がってるわけよ。うん。でもすごいけどね、やっぱあの人たちね。エロい絵描いてんだもん。エロは凄さだろ、やっぱエロっていいよね。うん、エロい絵っていいね。やっぱエロい絵にはお金払っちゃうもん。だからすごいよね。だって別に自分がうまくいけば女性も男性もファンを獲得できるかもしれない。だから女性が好きそうなエロい絵描いたり、男性が好きそうなエロい絵描けば、2つの性別からエロの金がもらえるんだよ。エロ金が。それってでかくない？まあ、そういう人って少ないだろうけど、やっぱそのアイドルに金を払うのは結局は性欲なわけで、だからその性欲をうまいこと利用してるんですよ、絵描く人って。賢いな。自分が男でもさ、男の性欲をものにしたビジネスができる。すんご賢いなあいつら。でも俺絵描けないっていうか、絵好きじゃないからさ、絵の勉強も辛いし、絵好きだったら絵の勉強もね、そこそこ俺よりは苦じゃないのかもしれないけどさ、やっぱ好きこそものの上手なりじゃないけど、好きじゃなきゃやっちゃいけないよね。あと相当ななんかもう気合入ってないでさ、ラファエルさんみたいに、あ、もうビジネスですからとかさ、やっぱすごいよね、ビジネスの鬼だよね。ラ
ラファエルさん1兆稼ぎたいらしいからね。そりゃビジネスの鬼だわ。でもラファエルさんが1兆稼いでつまんないけどね。ヒカルさんの立場がなくなっちゃうじゃん。ラファエルさんは賢いな。でも賢いっていうよりはなんか賢くなったのもありそうだよな。やっぱりでも俺、もう俺これ以外できないんだもん。本当にやらねえし、いいよこれで。みんなはどうせさ危機感がないから。だからみんなが始まん終わっちゃうの嫌だって思わせるくらいもうちょっとね良くなりますよ。みんな俺が終わるなんて思ってねえよな、本当に。それで騒がねえからな。てか騒ぐ人数が少ないんだよ。それかそういうのも受け入れちゃうようなやべえやつらか。しっかりとした、いや終わったら終わったで受け入れますよっていう、金払え。てか別にそんな少人数が金払ったってあんま意味ない。あれはなるべくそもそも無料でやったら負担しなくていいわけよ。でもあれは1万人の人が100円を払うからいいわけで。でも俺そこまでだったらいける気がするんだよな。チャンネル登録者さ100万とか無事いと思うよ。腰痛えなマジで。ててあのね今日腰痛いのでやめます。本当にあマジで痛い。あの死ぬほど痛いな。くそ一番腹立つ。じゃあのー、あ普通にラジオ感覚でやります。かいいわ。あ止まんなかった。